チャンネル登録者様5000人企画、アンケートでテーマ決定、3時間で1万円を書く。こんばんは、桐ヶ谷誠です。今回はアンケートで1万円を書くの企画配信と後日の修正を動画にしていきます。フルテロップが欲しい方は字幕をオンにしてください。改めまして5000名様、今は6000名様超え、ありがとうございます。これからも頑張ります。ということで、配信前にコミュニティ投稿でのアンケートがこんな感じ。圧倒的無性別。ということで、無性別キャラを描くという前提で配信でもアンケートを取りました。アンケート内容がこちら。同数になったものは頂上決戦プラス欲張りセットの3択でアンケートをし直して決定してます。だいたい欲張りセットが1番でした。ではこのテーマで早速書いていきます。スタート。はい、ラフ完成で、このラフを急遽さらにアンケートで選んでいただくことにしました。アンケート結果はこちら。では3番をさらに進めていきます。はい、カラーラフ完成。ここでまたまたアンケートのお時間。選んでいただいたのがこちら。ではここから顔の当たりと下書きを作っていきます。残り時間2時間。で、さらに影ラフを作ります。影ラフは定山レイヤー1枚で一気に入れていきます。細かい立体感は無視で、全体の印象を整える目的でやっていきます。では、スタート。と、この影ラフも種類を作ったので、選んでいただくことにしました。今回のアンケート結果は、こちら。自分ではなかなか作らない絵作りになってきてワクワクしています。この影ラフのイメージをもとに影を置いていきます。スタート。では影も置き終わったので厚塗りに入っていきます。私は塗りながらこの子がどんな子なのか妄想をいっぱいします。妄想すればするほどキャラクターが生き生きとするし、表情やモチーフが定まっていくので妄想は大事です今回は規律を破る天使を取り締まる天使様でもいいし、人間に罰を与えるタイプの天使でもいいし、本当は堕天してなきゃいけないんじゃってくらいの己の欲でやっているアウトローな天使でもいいし、人形だから天使界の規律を司るために作られた人形だけど、規律を守るの部分が暴走してしまっているのもいいなぁ、なんて思いながら書いています。と、そんな妄想をしていたら、配信では一旦完成。ものすごく霧ヶ谷が好きなキャラデザができました。ここから、寝て、起きて、脳をリセットさせて、後日修正をしていきます。今回は塗り込みが足りない部分の加筆をしたいので、手、髪、羽、メガネの4箇所を修正していきます。では修正スタート。まずは手から。今でも球体関節っぽさはあるのですが、物っぽいというか硬い感じが少ないので形状を整えていきます。
一個一個パーツがちゃんと分かれている感じにしたいので、線に近い影を落とします。さらに自然な血色ではなく、メイクでの赤みをイメージしながら指先と手の甲の球体に赤を乗せていきます。今回の手は硬い質感なので、爪だけじゃなく指にも強いハイライトを入れて、手の完成。ビフォーアフターがこんな感じ。ではお次に髪の毛の修正。もっとサラサラにしたいので髪の束を細かくしていきます。細く暗い影と細く明るいハイライトを増やしていきます。はい、では髪の調整も完了です。見比べるとこんな感じ。大きな塗り込みはしていませんが、これだけで結構サラサラ感が増えたと思います。ではお次は羽ですね。羽は最終的にぼかすので、先にぼかし加工をかけてエアブラシで加湿することにします。こうすることでかなり時短になります。ただぼかしながらしっかりとした明暗や境界を作らなくちゃいけないので、結構癖のある塗り方にはなっちゃうのですが、今は羽の形がぼやっとしてしまっているので一枚一枚の形を作っていきます。羽の完成です。ビフォーアフターがこんな感じ。ついでに体の影も調整しました。ではお次にメガネ。今は金属感が物足りないので濃い影を落としていきます。メガネは影やハイライトの入り方が特殊なので、伊達メガネでも良いので見本用に数本持っておくと便利です。そしてメガネの影を顔に落とせばメガネの完成。ビフォーアフターはこんな感じ。ではそのまま加工を加えて、ここで一個やりたいことが思いつきます。この子の目をラメが入ったグラスアイにしたら可愛いんじゃないかなと、最近ダウンロードしたグリッターペンを使うことにしました。素材に感謝。可愛い。目に満足したところでさらに加工を加えて完成。以上、アンケートでテーマ決定、一枚絵を描く企画でした。全部自分好みのテーマだけれど、自分では思いつかない組み合わせですっごく描いてて楽しかったです。ご参加いただいた方ありがとうございました。またやりたいなと思っているので、今回ご参加いただいた方も、今回は参加できなかった方も、次ご参加いただけたら嬉しいです。その時はまたコミュニティでの事前アンケートも取りますので、生配信は時間が合わないよという方も事前アンケートでご参加いただけましたら幸いです。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。評価やコメント、チャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。